旧ユーゴスラビアの民族分布。左上の抹茶色がスロベニア人。ユリーベがフランツェプレシレンスロベニア人の旗。スロベニア人はスロベニアの大部分を占める南スラブ系の民族であり、南スラブ語系のスロベニア語を公用語とする。スロベニア人の多くは独立国であるスロベニアの域内に住んでいる。また、スロベニア人はかつてより、 イタリア北東部、オーストリア南部、クロアチア、ハンガリーに少数民族として暮らしている。スロベニアと国境を接する。これら4国はいずれも、スロベニア。2002年のスロベニアの国勢調査によると、163万1363人が、自身をスロベニア人とした一方、172万3434 34人が、母語をスロベニア語と答えた。オーストリアに住む、 スロベニア人の総数は24,855人であり、うち17,953人はオーストリア国籍のスロベニア人少数民族であり、残りの6,902人は外国籍である。6世紀、スラブ人がアルプス山脈からアドリア海にかけての地域に居住するようになった。彼らは2回の大移動の波に乗ってこの地に渡ってきており、 一度目は550年頃モラビアから、二度目は568年にランゴバルド人のイタリアへの退却に伴って移り住んできた。623年から658年にかけて、エルベ川上流からカラバンケ山にかけての一帯がサモ王の支配の下で統一され、サモの王国と呼ばれる部族連合が形作られた。サモの死後、連合が和解したが、 カランタニア公国という小さな国家が残された。これが現在のコロシカ地方の原型である。東から侵入したアバール人に圧迫され、カランタニア公国は745年にバイエルンとの連合を受け入れ、後にフランク人支配を認め、8世紀からはキリスト教の需要が始まった。最後まで独立を保っていたプリビナとその子、コツリが支配した。 バラトン広告は874年に独立を失った。その後スラブ人の居住域はドイツ人やマジャル人の流入によって圧迫されて縮小し、現在の位置に落ち着いたのは15世紀のことであった。その間にドイツ系とマジャル系とイタリア系と混血を繰り返し、現在に及ぶスロベニア人が形成された。 新生ローマ帝国崩壊後のスロベニア人の居住域を干渉したのはオーストリア帝国、フランス帝国のイルリア州、オーストリア・ハンガリー帝国であった。20世紀になる頃には多くのスロベニア人が経済的理由などからアメリカ合衆国に移住した。ベスレヘムに移住した者たちはウィンディッシュと呼ばれるようになった。最大のスロベニア人移住者集団はオハイオ州。 クリーブランドやその周辺に定着した。二番目に大きい集団は、シカゴ、特に、ロワーアウェストサイド地域。在米スロベニア人カトリック連合は、スロベニア系アメリカ人の権利を擁護するために、クリーブランドとジョリエットに設立された。その後、クラニスカスロベニア人カトリック連合は、全米各地に拠点を設け、スロベニア系アメリカ人のために、生命保険や、 その他のサービスを提供している。自由思想家たちは、シカゴのエ8 t ンスストリートとラシーヌアベニューの間に集まって、スロベニア人民族互助会を結成した。この他のスロベニア人は、炭鉱や林業に従事するために、ペンシルベニア州南部、オハイオ州南部、ウェストバージニア州に移った。一部のスロベニア人は、鉄鉱山で働くために、ピッツバーグやヤングスタウンに移住した。 第一次世界大戦以降、スロベニア人の住む地域の大部分が、スロベニア人、クロアチア人、セルビア人国に参加し、共に、セルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国を結成し、王国アートに、ユーゴスラビア王国と解消された。1929年の地方行政区画の刷新に伴って新設されたドラバ州において、 スロベニア人は多数派を形成した。1920年、混在地域であるケルンテン地方は、住民投票によってオーストリア領に泊まることを決定した。また、スロベニア人居住地の西部は、戦艦期にはイタリア王国領となっていた。スロベニア人の義勇兵は、スペイン内戦や第二次エチオピア戦争にも参加している。 ユーゴスラビア王国は1941年4月6日、クーデターによって事実上数字区国への参加を否定する政権が誕生すると、数字区国によって侵略された。ユーゴスラビアの国土は、ドイツ、イタリア、ハンガリーなどに分割され、スロベニア人の住む地域のうちシュタイエルスカ地方は、ウンターシュタヤーマルクとして、ドイツ国に編入された。 1941年11月初頭には、ブレイジツエ地域に住む4万6千人のスロベニア人が、ドイツ化あるいは強制労働のために、ドイツ東部に強制移送された。強制移送された、スロベニア人は、ザクセン地方にある複数の収容所に送られ、ドイツの農地や工場で1941年から1945年まで、強制労働させられた。収容者は常に、 公的な強制収容所に収容されていたわけではなく、ロームを行う場所の近辺にある空き家に寝泊まりさせられることもあった。終戦が近づくにつれ、これらの収容所は連合国の軍隊によって解放され、戦争で荒れ果てたユーゴスラビアの故郷へと帰還した。1945年、ユーゴスラビアは自力で国土を解放し、共産主義国家として再建された。 スロベニアは連邦を構成する社会主義共和国となった。ケルンテン地方の大部分はオーストリア領のままであり、4万2000人のスロベニア人が少数民族として認められ、1955年のオーストリア国家条約に基づく民族的権利を享受している。しかし、同国の下ーマルク州に居住しているスロベニア人は少数民族とは認められず、 その権利を受けていない。1955年の国家条約で定められた諸権利は未だ完全には履行されていない。一部の人々の間にはナチス勢力に対するスロベニア人のパルチザンの活動を否定的に捉える考え方もあり、ティトーのパルチザンという語が無別的に用いられることは珍しくない。ケルンテンの人々の多くはユーゴスラビアの勢力が第一次。 第二次の世界大戦でオーストリア領に侵入したことを指摘し、スロベニアをオーストリアの領土に対する脅威とみなしている。ケルンテン州の知事であったイエルク・ハイダーは、その人気が低下し始めると、スロベニア人問題を取り上げるようになり、その権力の基盤として反スロベニア人主義を利用するようになった。また、一部のドイツ語話者らは、スロベニア人少数民族の存在を完全に否定し、 この地域のスラブ語話者は、スロベニア人とは異なるビンディッシェという集団であると主張する。ユーゴスラビアは第二次世界大戦後、イタリアから一部の領土を獲得したが、それでもなお10万人程度のスロベニア人が、イタリア領内、特にトリエステやコリツヤに残っている。1991年、スロベニアは10日間戦争の後に、ユーゴスラビア連邦から独立し、 スロベニア共和国となった。スロベニア人の言葉で書かれた最古の文献は、972年から1022年までに書かれたフライジンク社本であり、1803年にドイツのフライジンクで発見された。スロベニア語で印刷された初めての文献は、ケイト・キザム及びアベシダリアムであり、プロテスタント宗教改革者プリモシトルバルによって1550年に、 書かれ、ドイツの中便弦で印刷された。ユーリー・ダルマティンは1584年に聖書をスロベニア語訳した。16世紀後半にはヒエロニムスメニセルによって編纂された多言語の辞書によってスロベニア人の存在がヨーロッパの諸言語で記されるようになった。1980年代末のユーゴスラビアの分断化と1990年代のスロベニアの独立によって スロベニアの民族的アイデンティティの探索への関心が高まった。その一つの現れが古代ベネティ族に親近感を抱き、スラブ人意識を否定する論調があった。1980年代にはこうした土着船住民と関連づける考え方が慎重した。1980年代以末には中世に用いられていた象徴がスロベニアの象徴として復活した。 その中で最もよく知られるのが神聖ローマ帝国のビンディッシェ・マルクの紋章に用いられていた帽子やカロリング朝のカランタニア公国の紋章に由来すると思われる黒い表などがある。スロベニアの国旗に取り入れられていたトリグラウさんをかたどった紋章は一般的にスロベニアの象徴とみなされている。トリグラウと絡んでスロベニアの重要な象徴となっているのは この山の一帯を支配したと言われる伝説上のヤギズラトロックである。ありがとうございます。